どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回は私の地域にある美術館でですね、源氏物語展っていうのがありましたのでちょっと行ってきました。なんか今 NHK の大河ドラマかなんかでこれにまつわる物語かなんかをやってるそうで、それに合わせてこういったものが各地で行われてるみたいですね。まあ細かいことはわからないんですけども、こういった人形文化とかね、当時の暮らしを知るというところで、まあ暮らしって言っても庶民じゃなくて貴族の暮らしですけどもね、まあ、ちょっとどういったものか見てきました。なかなか壮観でしたよ。こういった感じでもみじが散っている、まさに今の時期を表しているみたいですね。でこちら屋敷の中も忠実に再現されてますね。これアップで撮ったところです。まあ、こういった人形ももう作る人がいなくなってきたんでしょうね今ね。まあ、本当になんかこう胸をすくようなね思いがしました。細かいものも作られていて、これは雅楽でしょうかね。これ実はね、この川の上をこう船が行きながらその上で楽器をやってるところですね。これ流れに竿を刺しているところです。川を表現してその上を行くこの船ですね、船の上で楽器をしてるんですよね。はい、これもまさになんか渡れそうでしょ、ミニチュアなんですよ。はい、これが実寸大の展示ですね。なんか十二一重って言いますけども、実際に十二一重を着てるというよりもなんか部分的に布を貼り合わせて十二一重に見えるように当時からしていたみたいですね。重ね打ち木ってのありますけども、実際にこれだけのものを着てるわけではないんですよね。この見えてるとこだけ重ね着をしているように色づけをしているというところらしいです。でこれが季節ごとの十二一重を並べたものですね。で当時の絵巻物です。はい、これもミニチュアですね。なかなか出来がいいでしょう。こういった写真をたくさん撮ってきましてね、これはまあ動画なんですけどもアップにしてみました。はい、これがあの川の上を行く船が2艘渡されていて、その上に四角の板の上にこうなんかね偉い人が乗っているみたいなところでしょうか。はい、こんな感じですね。船頭さんがいらっしゃって、この漆塗りの赤い橋を渡っているところです。すごいでしょこれ、なかなかいいでしょ。これがね会場中にあるわけですよ。写真も相当撮りました。いやでもね思ったんですけども、こういったね文化に触れるとか歴史に触れるって言いますけども、こういった施設のために私たちは税金を払ってるんですけども、納税者のほとんどはこういうところに来る時間がないんですよね。何なんでしょうね。最低限の暮らしとか最低限の文化生活とかなんか謳われていますけども、生存権の中にも実際に美術館に来ることなんてほとんどないわけじゃないですか。まあでも美術館だけが文化じゃないですけどもね。はい、これ私がね一緒に撮ってるとこです。なかなかいいでしょ。匂いの技術、装束の何これなんて書いてあるの。はい、これがねなんか寝床みたいです。やんごとなき人のね、天幕で鏡もついてるでしょ。こういったところに寝てたようですね。まあいろいろと文化的な資料がありますけども、やんごとなき身分の方だけですよ。これが当時のご馳走だそうです。梅干しみたいなのがありますね。なんでしょうね、こういったものです。まあこれ見ていくとキリがないんでこの辺にしときましょうか。まあこういうところに行ってきましたよってことでございます。それでは。